南明蓮華経南明蓮華経南明蓮,蓮華経我深く何時らをうもあえて共慢せずゆえんはいかん 何時ら皆菩薩の道を行じてまさに差物することをうべしと南妙法蓮華経響何妙法蓮華経影響妙法蓮華経 御所、えー、をお持ちの方は御所、えー、の134313431343の、えー、前から5行目。 えー、1343の前から5行目のおサイレン連防御返事、えー、というところですね、えーえー、5行目から次の段落のところまで、えー、読みますご書、えー、を持たれていない方は聞い,て、えー、聞いていていただきたいと思いますはい ねはい返事にのく「大事の訪問おば」っていうとこね「最連謀ご返事にのたまわく大事の訪問おば昼夜にさたし成仏の利おばじじ刻々に味わう」。 格のごとく過ぎ行き、そう。来ば、年月を遅れども、久し。必ず、すぐる時刻もほどあらず。冷せば、釈迦、他方の二物。達中に、病ざして、ほっけの妙理をうなずき、あいたまいしとき。五十し 子仏の人力のゆえに諸々の大衆をして、半日のごとしと思わしむと意志がごとくなり、骨肖より以来、不母主君等のご歓喜をこむり、御国の島に、 ルザイセラルルの人我らがごとく喜び身にあまりたるものよもあらじ。されば我らが居住して一情を修行せんのところはいずれのところにてもそらえ。情弱行の都,都たるべし我らが弟子旦那とならん人は 一方行かずして天軸の両前後見、本布の若光の絵昼夜に往復したもうこと、嬉しとももうすばかりなし、もつすばかりなし、難病蓮経南難病蓮華経,南妙法蓮華経 本日はあ令和5年度お2023年のお春のお,お彼岸にあたりまして日蓮大聖人様の法によって 大切な先祖や個人の成仏を願い、参詣され、独協招大お生光を賜り、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。春のお彼岸にあたりまして、日蓮大聖人の説かれた南妙法蓮華経の法のお話を申し上げ、少しでも皆様方の新人の志が深く広く、 強くなっていただければと思い、少々お話をさせていただきたいと思います。最初にお読みした御書は。日蓮大聖人様が。文明八年。千二百七十一年。九月十二日に。鎌倉幕府は。鎌倉の辰の口の処刑場で。日蓮大聖人の首を。跳ねて殺そうとしますが。 流れ星の光にさらされて鎌倉幕府にたたりが起こってくる印ではないかと怯えて処刑をやめどうしたら自分たちにたたりが来ないで日蓮に死んでもらい自分たちが殺して自分たちにたたりが来るという状態からは逃れたいというふうに考えて 10月10日に鎌倉の越地を出発して10月28日に佐渡へ入り11月1日に村の集合墓地の中にある死体置き場として使われる塚原の三枚堂につきここで日蓮大聖人様に生活するようにと言われるのであります。 まさしく生活することができないようなところで生活をするようにというふうに命令するわけであります。まさしく死ぬことを目的にした、殺すことを目的にした留忍生活を強いられるわけであります。この佐渡に日蓮大聖人様より前に天台宗のソウルである今読んだところの御書の 宛先であるところのサイレン坊が島流しの刑を受けてこの佐渡に流されていたのであります当然サイレン坊は自分と同じ天台宗の修行をした日蓮という人間が自分と同じように佐渡に流されてくることを島の住人と同じように前もって知っていたわけであります島の住人は自分たちが信ずる 念仏衆、新言衆、全衆の悪口を言うとんでもない人間が佐渡に流されてくる。幕府が罪人として認めたならば、俺たちの手で殺しても構わないと日蓮大聖人が佐渡へ来る前から興奮して生きり立っていたわけであります。裁煉坊はなぜ幕府から罪人として 自分と同じ一番重罪者が送られてくる佐渡ヶ島へ流されてくるのか、そのことが知りたいというふうに思うわけであります。天台宗は鎌倉時代、比叡山は真言宗、念仏宗全宗、何でもござれの宗教になり果てていました。日蓮大聖人様は、その天台宗の姿を見て、天台宗は 法華経を根本として、伝行大師が開いたのだから、法華経に立ち返らなければいけない、南明法蓮華経だけの教えに帰らなければいけない、日蓮はその道を極めるとして、鎌倉幕府に立正暗黒論を提出して、法華経を根本とした世の中を作れということを訴えたのであります。日蓮大聖人様より先に 佐渡に流されていたサイレンボは、真言宗、念仏宗、禅宗、何でもありの比叡山で、それが正しいと思い込んで修行してきた僧侶であったわけであります。佐渡の住人が一連大商人を殺そうとする動きを事前に察知した佐渡の役人は、信仰者として、法論をして、仏教の教えの上で、 日蓮をギャフンと言わせて亡き者にまた笑い者にすればいいのではないか罪人を勝手に殺してはいかんということで塚原の三枚堂において公開法論が実行されるわけであります当然その場の群衆の中にサイレンボはいたはずであります新潟本土からも日蓮をやっつけて笑い者にして また、世間の名誉の名前というものを挙げようというふうに考える念仏宗、真言宗、全宗の僧侶や信徒が佐渡島に押しかけます。しかし、一蓮大聖人の真言宗、念仏宗、全宗のいずれの方が一番正しいのかという質問に、真言宗、念仏宗、全宗の連合体は一言も言い返すことができず、 法論は誰が見ても日蓮大聖人の価値として終わります。日蓮大聖人は集まった大衆に向かって言います。誰もが仏になれる法は法華経の南妙法蓮華経しかない。日蓮はそのことを鎌倉幕府に訴え、罪人とされ、この佐渡へ流されてきたが、私は法華経を信仰せよと言っただけで、 何も悪いいいことはしていない皆さん方が見た通り真言宗念仏宗禅宗の教えでは成仏することはできない皆さん方一人一人がよく考えて仏になることのできる信仰をしてもらいたいと訴えるのでありますこの姿を見て再燃坊は日蓮大聖人のもとに何度も通い何でも拝む天台宗をやめて 日蓮大聖人のの弟子になるのでありまも、日蓮坊も、流罪人として、この佐渡へ流されてきたがゆえに、佐渡で出会うことができたのであります。そして、日蓮大聖人も、再蓮坊も、厳しい佐渡の生活の中で、いつ死んでもおかしくない、死と背中合わせの毎日を、 送られていったわけでありますしかし今最初にお読みしたように大事の訪問後ば昼夜に沙汰し成仏の利をば時々刻々に味わう過去のごとく杉行きそう来れば年月を遅れども久しからずすぐる時刻もほどあらず礼せば釈多方二仏 達中に描座して、ほっ、ほっけの妙理をずき合い、玉石とき、五十色光仏の人力のゆえに、諸々の大衆をして、半日のごとしと思わしむと、意いがごとくなり、というふうに、この示されて、ここで、南明法蓮華経の新人のゆえに、あなたと出会えた。身は罪人。 毎日が死と背中合わせの毎日でも、ここは仏の国土である。この佐渡が法華経を説かれた領受船であり、インドの実際の領受船へ一歩も歩き赴むかなくても、南明法蓮華経の法を信ずる、この場がそのまま日蓮にも再蓮坊にも 成仏の領受戦である。これほど嬉しいことがあるであろうか。このように大聖人様が今読んだところのお手紙の中において示されているわけであります。皆さん方が自宅のご本尊様、こうしてお寺のご本尊様に向かって南妙法蓮華経の新人の心を抱く、その場が、この場が、 仏の場所、領樹線そのものであるということなのであります。生きていれば、苦しいこと、悲しいこと、辛いこと、悔しいこと、いろんなことがあります。しかし、その中で、その中でも、ご本尊様と向き合って、自分にも仏と同じ南妙法蓮華経の命が備わっているんだ。今、今、座っている、この場が、 法華経が説法された領受選なんだ。先に亡くなった人も、見送った自分も、みんなこの南民法蓮華経の法によって仏になることができるんだという、新人の心を起こすことが一番大切なのであります。新人の心を起こすところ、山であろうが谷であろうが荒野であろうが、すべて領受選。 仏の国土であるということを示されているわけであります。どうか朝晩の言行を真面目にサボらないで、朝に晩に欠かさず領事船の仏の国土を味わうことのできる南明法蓮華経の信人の心を大切にしていただくようお願いを申し上げ、春季悲願へ法要の おなしとさせていただくものであります南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経